これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところから、いつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。遥かな時の彼方の昔、アルテアの少女と海の向こうヘレナの国の青年が愛し合っていたの。でもアルテアとヘレナの国は常に争いが絶えず、もちろん二人の恋も認められていなかった。それでも二人は諦めなかったわ。石で海に埋め、橋を作ろうと毎日毎日海に石を投げ入れていったの。そんな二人を見た愛の女神ロマンは、二人の心に動かされ、奇跡が起こった。そして二人の愛にアルテアとヘレナの国王は永遠の平和を誓い合い、アルテア・ヘレナの両国は以後ますます栄えた。これを見て。おお、これが愛の架け橋、アルテアの平和の象徴、ラブブリッジ。ダイバザールに壊された橋が今みんなの手で完成したの。アルテアも捨てたもんじゃないな。へえ、立派な橋ができたんだな。明日は開通式よ、伝説に従って。なる、向こうから青年がね、こっちから姫が走り、橋の中央で出会い、しっかりと抱き合うってわけ。で、青年の役は誰がやるんだい、姫？あなた方の中から一人。おお、ほんじゃ、背格好、スタイル、
顔といいな、俺以外ないよこりゃ。人は心、でっかい体とハートには目いっぱいの優しさが詰まっとる。母性本能をくすぐる可愛らしさでしょ。小金は？俺は遠慮する。城にいつ何が起こるかわからないからな。じゃあ姫の相手はこの3人から。殴り合いで決めっか。いや、カードで勝負しよう。ババ引いたもんが姫の相手になる。はい姫、ババ入れて3枚作って。はい、聞いて。おい、チーズ5個でどうだ。10個だ、食いしん坊。頼むぞ。よし、じゃあ俺から。これか。ダメだ。ブラッド、お前約束したのに。ナムさん。聖堂、くれぐれも姫を頼むぞ。 もちろんじゃ。姫と二人っきりなんて夢のようじゃの。私もご一緒に。ちっ、ババ付きかよ。聖堂、何がババです。これからは私のそばで皇帝たる者の道を学ぶのじゃ。勝負がついたようですな、父上。愚か者め、確実に息の根を止めぬ限り勝利にはならぬわ。矢が得た情報によれば、ファーラ姫が橋の開通式に向かっております。何、ファーラ姫だと。待て、シンクライ、そちが出向くまでもない。いや、しかし。お前の信頼する半獣人に任せればよい。交代しよ、酒盛りでもいたすか。待っていろよ、ファーラ姫。今にコレクションの一人に加えてやる。シンクラインはファーラ姫を我が物にせんと狙っている。アルテア王国も今皆さんの努力で復興し始めました。アルテアの希望の火、平和の印、このラブブリッジがいつまでも人々の心をつなぐ愛の架け橋となることを祈ります。姫、開通式を。え、よし、行くぞ。頑張れ。これを開拓止めろ。
わら姫は私がもらっていく。姫様、おとなしく私のもとに来るのだ。見ろ、姫が危ない。しっかりめえ、めでたい日だというのに。頼む、急いでくれ。汚ね真似しやって。よし、行くぞ。はっ、だな、ファーラ。待て、ほら、ありがとう、セイド。邪魔をしおって、死ねい。おっと、いいざまだ、死ねえ。セイド、危ない。何を、こんな、まるで人魚のよう美しい。うわ、惜しかった。姫、早く早くお逃げください。うわ、
聖堂さんと一緒に。あ、これを。ありがとう、急がなくちゃ。気をつけてください。待ってたぞファーラ。おとなしく私のものになれ。嫌です、お前の言いなりになんかならないわ。これは勇ましい。近づかないで。お前の目標のような目、私を跳ねつける鋼鉄の心が私の血を湧き立てる。さあ撃ってみろ。おのれ。それ以上近づくと私は死にます。何？お前のものになるくらいなら私は死んだ方がマシです。やめろ、お前の死は私が決める。私の命は自分で決めます。ファーラ、今だ。おのれ。ブルーライオン発進。大丈夫？シェド、キス、しっかりして。ホーロ姫、姫様、ご無事で。気がついた？今掘り起こしてあげる。大丈夫？それが、イエローライオンがよく動かない。お、姫後ろ。早く、ブルーライオンの背中へ。シェド、セイド、一斉攻撃よ。オッケーじゃ。行くわよ。おのれ。さあ、今のうちにグレーダム城へ。分かったぜ。お、姫、動き来たか。すぐゴライオンに合体するんだ。でも、イエローライオンは自力で飛べないの。え？まれ、ゴライオンの合体はフォーメーションだ。フォーメーションさえ組めば大丈夫だ。一人重たいお客様がいるから地面にぶち当たっちまうかもしれんが、やってみるか。姫、イエローライオンを上空へ放り投げてくれ。でも、そんなことをしたら。いいからやってくれ。あとは姫たちのタイミングに任せる。わかったわ、セイド。行くわよ。ライオンフォーメーション。よし、合体するぞ。組織のライオンが光の牙を見せた。ライオン鋭い爪を立て荒野を駆ける。フォーメーション V。 作戦ゴリラビクトリー。自信にあふれたメカニズム。ファイティングファイティングゴライオン。ファイティングファイティングゴライオン。僕らは宇宙の遥かだ。ゴライオン。死ぬか生きるかこれからじゃ。安心するのは早いぜ。ほら、じっとしとらんかい。はい。ダブルソード。そう、飛びたい。
傷ついたイエローライオンは直ちに修理が開始された。まったく情けねえよ、姫のボディーガードが姫に助けられるとはな。面目に。でもよ、あの時姫がシンクラインと抱き合ってたら神様も両国の平和を約束してくれたんじゃないかって。愛し合う者同士が結ばれるのです。誰がシンクラインなんかと。冗談にも程がありますよ、セド。息子よ、わしの言うことが聞けぬか。アルテアの姫などどうでもよい。しかし私が姫を追い詰めればこそガルゴもあのように。愚か者が、完全に勝利しアルテアを世のもとに屈服させねば何もならんのじゃ。負け戦はどのように言うても負け戦じゃ。アルテアの姫はソチの手で首をはねるのじゃ。そしてその血を二人で飲み明かそうではないか。父上、ファーラ姫は私のコレクションに。ならん。反逆の姫だけはいかに世にしざまずこうと許さん。わかったな。今に見ておれ、姫は我が手に。さて次回は、宇宙最強のヘラクレス星人がアルテア星への大接近のチャンスにゴライオンを倒そうと狙っている。この星の姫はなぜかファーラ姫にそっくりなのだ。次回、宇宙の挑戦状をお楽しみに。